PJ にバンジーアトラスルネサンスボイジャー109枠目サンデビッグミートンパチ先生さんいらっしゃい。ワクアトラスです社長。クロガネさんバーストさんいらっしゃい。テン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 ワコツです。スルナさんいらっしゃい。はい、6個目さんでした。イガさんあれです。おじさんが流です。献身民がむから。アガト大門さん、グラスおじさんやし。まあここは多分ね、すぐに広がると思うんで、ここら辺に。まあこんなもんにしとこうか。すぐ広がるようでしたね。あ、リムエスルスレン、リムエスレンって何？いかんな、攻撃金がつきたけ。リムエススレン、これか。あー、フレスコガド、ここ良かったよね。3000ぐらいやったよね。ミュッソミック。しょうがない。ミュッソミック。12個目されちゃう。よし、はい、OK。 指輪いいね。シエリさんじゃない。10万5000で目の指輪となんかついになるの見つけたいですね。目の指輪がいい。目の指輪と赤と大門さんあれです。多分ここの板地でね広がるからここでいいね。あ、待った待った。どうせなら、どうせならちょっと黒いとこ消していこうか。猫じゃらしだね。黒いとこをねちょっと消してね、綺麗に。いきますかね、こんな感じ。
カカンフしかないね。カカンフだけ？あ、あれあるか。で、クマがいる。こっちは。ちょっと貿易の相手国、あの、メノウと付き合う人がいないかね。メノウと付き合ってくれる人が欲しいね。だっけ。森さんが一番残念し、モスコさんがあれです。付き合う人、ヤシは勝ちがないな。海と向こうには肉人という肉の化け物が住んでるらしいぞ。ハートなのかな。23個目だね。第2上がりが来た。戦争に壁がいた。怪物やであれ、ここ広がらなかったね。広がると思ったけど、北米大陸でこんなに狭かったっけ。海の果ては滝になってて近づく船を飲み込むらしい。いや、飲み込まないよ。街がないの。ちょっと待って、あそこがなんか埋まってないじゃんよ。埋めて、埋めて。あれはもう安心なんだけどな。焼き鳥が好物。え、つば九郎で焼き鳥が好物なの？ツバメなのに。トモ食いになっちゃうじゃん。ないね、この大陸は。宝くじは。お早くは帰ってきますか。帰ってきた。友達の家の冷蔵庫開けた気分。失った？なんか島が出てきた。何これ。あー、いやらしい。
街を見つけてないじゃん。街見つけないと。なんて言う失った？見て。ガレアついだね。和骨です。高さやね。東の国に住むたぬき生態は謎。上の大陸の方さっさと埋めたいんだけどね。マクロとかはね、いないと思うけどね。まあ、いろんな動物がいますね。あ、なんか穴ができた。穴ができたらダメですよ。穴はダメ、ダメだ。穴はダメだね。ホッシー君見つかればいいけどね。あ、そうかそうか。あ、まだ帰ってきてない。あ、帰ってきてない。出してせる。ああ、試合がね、ないですからね。筋力が落ちちゃう。まあ、これぐらいないでしょうね。まあ、足はあったので。巨人の選手が大惨事になってるので。今ね、筋力が落ちちゃうからね。したのが出てきた。超チューン号、両生類で主に水性のものを指す。岩盤に穴を開け、巣を作り、自分の子供を噛み殺すことがある。噛み殺したら、子孫が繁栄できない。町がないね、町がないとあんた。いかんでよ。ってことはマンボウなりに子供を産むのかな。あー、そうでしょうね。たくさん産んでね。和骨です。よし、メタル。伝染病で被害が出た。さっき出なかったじゃんよ。あ、待った。被害が出たらちょっとやめとこう。さっき出なかったね。よし。出た。すくそ。絶対ロードしても出るのこれ。
うわー出るんだ。さっきの被害額の方が安かったじゃん。ちょっと安い方で。あー絶対出るんだね。しょうがないな。ただ町がないね、町がね、町がないのはちょっとよくないね。町がないね。じゃあこっちの町近いか。あ、間違えてきたね、今いた。間違え、OK。穴も出ないし、OK。よし、ちょっと出そこで。この町の近辺をちょっと見ようか。間違えてきたら、大体なんかその近辺にね。お、別個いいじゃない。青、パールいいじゃない。べっこう、べっこうが売り切れてもオパールできるんじゃない？これ。下のあの目の、目の音やろうよ。目の音攻撃しよう。これは確実じゃない。山山犬。大型の犬、湿地帯を好み、川を狙う住民たちに捕獲されてる。かわいそうに。山山犬。山山犬か。山山犬じゃないよ。山山犬は。犬しかいないじゃん。あ、なかった。黄金のマリア像。よし。ちょっと電信が純金で作られた高さ30センチほどのマリア像。ありがとうございます。スーナーさんありがとうございます。マリア像発見。で、ここが別荘だったよね。ちょっとセーブして。お金に。よし。よし。目の上。安定の。ガラベルレドさん。どっちでも当たりは当たりだからね。よいしょ。これはもう鉄板だろう。鉄板とは思うけど、ちょっと一応確かめてこうね。あの、どこの町だっけ。謙信民館ね、謙信民館。謙信民ガム。あれ？まだ結果出てないね。
なんか、なんかマイナスがついてる？あれ？メノードペッコダメなの？メノードペッコダメなんだね。ダメだわ。大赤字だ。ダメだね。じゃあもう一個の上の方は。大赤字だ。ゴルゴドラル、これだ。はい、ゴルゴドラルね。あら、出るな、まだ、ね、もうそろそろ。結構遠いからね、結果が出るまで。ダメだ、メノドペアダメなの。ダメ、ダメですね。ダメだわ。赤字路線だね。じゃああの近くと近くの同士でいいかな、これ。あっちの方が儲かったりして、普通に近い近いけど。あれだ、宝石と違うものでどうにかなるかな。あ、ゴルゴドラルダメだ。商品大事ならない。こっちは、こっちはアンガレンドいけるね。よし、アンガレンドに行ってらっしゃい。アンガレンド、アンガトレンド、あ、でもここの真っ黒な外気が消しときたいね。消しとこうか。綺麗にね。僕は綺麗に言うね、こういうこれ。これを消しとこう、ここ。書いてくれよ。書いてこないね。なんかまだ部下全員が抵抗してるよ。よく抵抗されるね。部下全員抵抗、すぐ抵抗するね。ここだけ埋めてないじゃん、もう。まあまあいいか。あとお金もったいないから。あら。ここを通るこのテクニックよ。
しやめて。もう少しやめてまった。セーブしない。埋めてないところに世界樹の木があるかもしれませんね。世界樹の木が一本ね、小島があって。お、剣心ミンガムになんかもう、待って、剣心ミンガムってどこで、あそこだね。ここだよね。ここだよね。あったっけ？あー、でも確定したから出てきたのかな。はい。あそこ通れる？通れなかったらだ。あ、取れるね、はい、あ、取れる？上の方取れるかな。ここにも立ってきたね。これちょっと移動した方がいいか。でレイド献身でレイドに献身でレイドに行ってらっしゃい。でここは上のやつとちょっとね、オパールと貿易できないからね。すぐ近いけど、船でやるより、あの船でやるより、ある直接輸送ね、歩いて持ってた方が早いんじゃないかっていうぐらいの距離だけど、船を使ったらなんか大損にしそうな距離なんだけどね。ね、ちょっとなんか距離的にちょっとあれだけど、これ拡大しないとわからん。近すぎるよ。どうだろうね、これね。間もなくお時間。ちょっとこの貿易の結果だけ見ましょう。アンガトレンドね。近いからもう利益出るんじゃないですか。アンガトレンド。ボツでした。はい、ご視聴ありがとうございます。181枚。やばい、ちっちゃい。これじゃあれだな。やめとこう。ビシャニマッチアトラスは、金曜日毎日やってます。おっとでした。おっとっつおっとっです。しょっぱいね、これやめとこう。おっとでした。おっとでした。この後はネクロマンサー、はい、おっとです。おっとです。